地味静かの新作の予告編を見たか？出たのか？ちょっと見せてくれ。これじゃダメだ。完璧な音響と大スクリーンでゆっくり落ち着いてみたいんだ。確かに静かじゃないと。もう見たのか？お前を待ってた。最高だよ、サンキュー。今から予告編見るから静かに。静かに。テクノロジーがあらゆるものをつなぐ世界。欲しいのは正義じゃない。一人の男がサイバージャスティスを求めて情報のハイウェイを突き進む。サイバージャスティスだ。コード一つで全世界は崩壊する。サイバー惨事が起こるぞ。サイバードライバー。コードを食らわせろ、チップ。ジミー・シスカ。選択肢はない。ついてくるか死ぬかだ。デボン・ボン・デボン。ハッカーを安全な場所へ連れて行くぞ。彼らはハッカーではない、ただのクラッカーにすぎません。ねえ、車が喋った。こいつはただのスマートカーじゃない。もっと高度なファイアウォールが必要だな。サイバードライバー。アクションヒーローに喋る車、認めろよ、ジョッシュ。最高だろ。いいこと考えた。予告編の別バージョンを作るんだ。それにはあの車が絶対必要だ。本気？フォロワーが一気に増えそうね。まずジョッシュと俺がスタジオで脚本を手に入れる。そしてデスセクトについての情報を集めて車を見つける。それでどうする？勧告を出すか？そんなことしたらホールをパッチされるだけだ。させればいいよ。ねえサイバーチャイルド、やめて。破壊映画がハックされんだよ。HMP スタジオ、サイバードライバーというまがいものの代償は今こそ払ってもらう。安いスタントやひどい会話は許そう。だが我々の知性を侮辱した、それを許すわけにはいかない。ハッカーには何が可能か教訓を与えるべきなのだろう。自ら学ぶ気がないならこちらから出向こう。ハック&ラン作戦を実行する。ハッカーとは何かを教えよう。それがデッドセック。名作になると思ったんでしょ。まあそうだな、最高に笑える。生かすって言ってた。なあ、そんなこと言ってたか。分かってるのはサイバードライバーは100万ドルのサイバー惨事になるってことだ。そんなこと言って僕を怒らせようとしてるでしょ。いや、そんなつもりじゃないんだ。怒るなよ。なぜガリレイは自社の名誉を傷つけさせた。サイバーが抜けてるぞ。ずっとやってればそれ全然面白くない。マジな話、予告編にあんなシーンを使うくらいで残りの出来もひどいもんだろ。狙いがデッドセックってのもおかしい。シカゴのは大事件だったから。確かに。まあ心配するな。俺たちで情報のハイウェイを突っ走ってやろうぜ。サイバージャスティスを求めてな。ほら女子、楽しもうぜ。それからサイバーはもう使わない。この件が済んだらサイバーワールドは一変するだろうね。着いたぞ。フックモーションピクチャースタジオだ。
侵入したぞ。Hey, what's that? Nick? なったぞ。サイバードライバーの脚本だ。どれどれ、メールを見つけた。ナイス。見てと言わんばかりのメールね。さて、これで全部かな。車の方は？ないな。別の方法で探すしかない。今から出る。車がある場所に運ばれると書かれたメールを見つけた。でも場所や日時はない。大丈夫、代わりの計画がある。マーカス、車の場所を知ってる知り合いのパパラッチがあんたを待ってる。そのメールダンプから彼が望む情報を流して。専門なの。分かった。って、パパラッチの知り合い？人類皆兄弟ってやつ？そうよ、社交家だから。